レッツゴーレッツゴー。おはよう。おはよう。いたた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 。あ、いたたた。筋肉痛が。スキーってさ、普段全く使わない筋肉を使うやん。うん。体がすっごい筋肉痛。俺なんかまだ来てないもん、筋肉痛。あ、そう。うん。なんか痩せそう。引き締まりそう。そうね、夢中で滑るしね、うん、その時全然きつくないしね、うん、姿勢を保とうとするからさ、うん、ありがとうハサミを持ってきてもらいました。昨日ヒートテックを着物の下に着たらさ、首のところが出ちゃってて、薄いシャツの首元を切ろうと思って。ありがとう元。電話してから30秒できた待ってたんじゃない扉の前で待っててくれたんじゃない。真ん中をピッと切ったらいいよね。両方切ってほしい。首元が見えないように。あ、ありがとう。ちょっとちょうどいい感じ。うん、あ、いい感じちょうどいいと思う。うん、ありがとう。初日のみ終わりました。終わりましたね。まだあと4日ありますから。本当だね。あと3泊4日か。でも本当にいい経験させてもらってるね。なかなか自分たちでさ、来たらさ、このいいところだけつまんでさ、行くっていうことができないもん。あと1時間ちょっとで準備しよう。今年は雪を満喫させてもらってるね。本当だね。ね。何してんの？お絵描き。何描いてる？え？何描いてる？雨描いてんの。うわ、すっごい綺麗じゃん。見える？ちょっと雪だるま作りたい。作りたい？後で作ろうか。うん。でもふかふかで作らないから。確かに確かに。あ、見せて見せて見せて。アンパンマンだ。うわ、すっごい綺麗じゃん。見えないようにしちゃった。見えないようにしちゃったの。ひょうこさん。どこにいる？あ、バタバタ。もう家の方に行っちゃった。あ、行っちゃった？ママを探したんじゃない？あ、そうかもね。1個しかいた。いなかった？一個しかいなかったから。ママを探してんじゃん。そうかもしれないね。寒いけど気持ちいいね。うん、うわ、冷た。ふかふか。冷たい。すごいね、でも雪ね。気持ちよさそう。あ、すーちゃん。ホテルから一歩出たところで何作ってんの？これパパが作ったの？違う作ってやったんだ。ちょっとすごいね。すごいじゃん。わー、昨日さ、夜だったからゆっくり見れへんかったけど、すーちゃん、雪すごいね。あれ、回ってます。この人回ってます。あ、危ない。どこ、これ乗れんのかな。おお、ゾゾゾゾゾゾって奥まで入ってる。入っちゃいそうじゃない。お、気をつけてよ。ねえねえ、すーちゃん、あっちも気持ちよさそうじゃない。ゴロンゴロン、ゴロンしてみ。ゴロンしていいよ。すごいね。すっかりもう ANA のお姉さんところに慣れてる。よろしくお願いいたします。はい、すっかりもうお姉さんに甘えております。今日もよろしくお願いします。今日もいっぱい遊ばないとね、すーちゃん。朝、なほちゃんとか掴んじゃったね。ホテルチェックアウトしてもう出かけるんですね、はい、ありがとうございました。お世話になりました。ホテルノルドさんに宿泊させていただきました。ご機嫌はどうですか、今日は。良さそうですね。いいですか。
ちょっとおかしくなっちゃった子がいますここに。今日はこれからどこ行くんだっけパパ。日課ウイスキー、ウイスキーの工場に行くんだって。良い地上流所です。その後この町にもう一回戻ってきて、うん、ガラスで遊びます。ガラス作るんだって。やりたい。危ない。危ないだって。あ、そうだね、ガラス危ないっていつもやれるもんね。えらいね。ママが言ってるから。ママがガラス危ないっていつも言うもんね。割れるよっていう。それ作るんだって、綺麗なの。あれを綺麗に作る。ええ、あれ、はい、背中お願いしますね。いいですか。大丈夫。はい、はい、はい。それで、それからお昼ご飯を食べて、はい、その後雪まつりを見て、雪まつりを見て、おしまい、おしまい。では、Day 2! Day 2! Let's go! Let's go! この車好きになった？ここいい車だな。この車いい？いいか。あ、よかった。パパ、この、こういう車が好きらしい。この日、いいですね。いいですか？お鼻大きくしないでください。かわいい。チューしたい。チューしたいの？パパ、エリカちゃんの誕生日はいつ？明後日。エリカちゃんの誕生日にお誕生日会しようね。それ大変だわ。それ大変？何あげる、すーちゃん。お絵かき描いてあげたら。え、急に寝たんだけど、この人。この人なんか急に寝たんだけど。あ、ちっちゃん、ここ？すごい素敵。日課ウイスキー株式会社だって、かっこいいね。行きます。はい、日課。石炭直火蒸留でウイスキーの製造を行っているんですけれども、世界を探してもこの良い地蒸留所のみです。へぇー。おー。このパッケージめっちゃ可愛いね。かわいいね。かわいい。エリカちゃん結構お酒好きじゃん。うんうん、このクマちゃんか、グラスがついてるの。エリカちゃんなんかクマちゃんっぽい気分だな。クマちゃんですね。クマちゃんですよ。クマちゃん、お酒持ってるクマちゃんですか、うん、いいよ。お酒飲みエリカちゃんの誕生日はお酒です。はい、ちょっと、いかがしたら何かあったんですか。こんなにおじさんたちいっぱいだ。ありがとうございます。次は小樽大正ガラス館。なんかガラスが有名なんだって。ここでなんかガラス細工、ガラスを作る体験をさせていただけるみたいです。すーちゃんちょうど寝ちゃったね。今の車移動でちょっと寝ちゃったから。なんかトンボ玉をあの帯の帯留めにする人がいらっしゃって、すごい可愛い。トンボ玉ってね、こんな、こういうやつだって。これをさ、羽織の紐にしたり、帯留めにしたりしてる方がいらっしゃるんだよね。ここに入ります。行きましょう。こんにちは。こういうのを作る体験をさせていただくみたいです。上手だったね。すごい上手。すーちゃんのハートを上手に作ってくれてるよ。頑張れパパ。ハートになるかな。なってきた。すごい。作ってくれた。落とさないようにね。これを帯の間に挟んで、ここで。ギュッとして、そう、飾りになるんだって。帰ったらここに懐中時計をつけて、
時計の値付けにします。そう、うん、お疲れ様会やろうって言ったの。お疲れ様会どこで。いやいや分かる。昨日の夜がさ、本当はこの撮影メンバーのさ、ね、最終夜だったわけだけど。あ、今日お帰りになるんですよね。そうですね、一応便的には。そうですね、お腹痛いふりして便変えちゃう。変更 OK なんで。どこに。本当だ。あら、本当だ。よく見、よく見つけたね、これ。参ります。すごい。雪に埋もれてる。大丈夫だからね。なんと美味しい、みんなが美味しい美味しいっていうラーメンを食べに行ってまいります。つけてもらえるって。見して、見して。あ、おしゃれ。すごいおしゃれだ。かわいい。おしゃれ。すごい似合ってる。似合ってる。ハートじゃん。かわいいね。すーちゃん、チョクさんにも見せてあげて。あれ、かわいい。エルサ着て行ってみたい？スーちゃんカメラマン。に、あは。違う。美味しそう。美味しそう。美味しそうだね。雪祭りに行きますよ。パパが雪祭り。今からどちらに行くの？誰が運転するんですか？パパですよ。ちょっと可愛いネックレス見せてくださいよ。はい、わかりました。可愛いハートじゃん。はい、写真撮ってください。誰が作ってくれたんですか？パパですよ。誰のために作ったんですか？スーちゃんですよ。どういう気持ちが入ってるんですか？優しい気持ちです。 I love you の気持ちだって。優しい気持ち、I love you の気持ちだった。クルーお疲れ様。はい、お疲れ様。札幌雪まつりの会場にやってまいりました。ね、一つ一ついろんなテーマがあって、雪で何かオブジェを作っているのが雪まつりなのかな、うんうん、でここは恐竜らしい。すごい、これ全部雪でできてるんだ。すごいな。すごいね。すーちゃん見て、見て欲しかったな。寝ちゃってるね。寝ちゃったが。札幌の小学生が絵を描いてコンテストをやって受賞したものがこうやって実際に雪まつりに出展して作ってもらえるっていうのがあるんだって。こうなってこの雪のなりました。では、コマーシャルの方の撮影は全てクランクアップしました。お疲れ様です。鳥取と愛媛と札幌、ここでクランクアップしました。あとちょっとだけ、もうちょっとこの、せっかく来たんでね、雪まつりを楽しんで空港に行きたいと思います。はーい。ちょっとちょっとだけしかない。はい、はい、もういいかな、こんな感じ。はい、お疲れ様です。乾杯。乾杯。何この、はい。何ですか？何ですか？見られてください。
もうこれで第3回にわたった ANA さんの旅が終わります。でここでみんな解散になりました、はい、本当にお世話になった。本当にお世話になりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今から着物を脱いで、はい、でなんかねこのホテル本校の中にあるエアターミナルホテルって言うんだけど、温泉施設があるらしいよ。てちゃん温泉好きな人。はい。このホテルは何が見えるか知ってんの？え、すごいんだけど。見に行こう。すごい。このホテルは窓からさ飛行機が見えるっていうのが売りだから。この目の前に飛行機があるから。飛行機が来るんじゃん。でも全然音うるさくないね。全然音静かだね。疲れた？大丈夫かい？これ北海道限定ルルルンフェイシャルパック。パパどこで何してんの？床に座ってメールをしております。かわいい。これ誰が作ったの？パパ。スーちゃんに作ってくれたの？うん。おしゃれ。これはスーちゃんが選んだの？うん。黄色も選んだんだよ。大切にしてね。うん。リボンも可愛いでしょ。うん、可愛い。このお洋服は誰が選んだの？え、スーちゃんだよ。おしゃれ。とスカートもスーちゃんが選んだ。あとポニーテールもママがやった。でもポニーテールにしたいって言ったのはスーちゃん。うん。おしゃれ。スーちゃんはベルのお母さんだから、うん、魔法ができるんだよ。どんな魔法？お空にキラキラ星がいっぱい出てくる魔法。かわいい。これトンボ玉って言うんだって。トンボ玉？うん、ガラスでできてるんだって。ほんと素敵。素敵だよね、うん、これが魔法になってるんだ、ベルだから。そうなんだ、うん、だから黄色にしたの？うん、水色と青と黄色がスーちゃん大好きなの。へえ、そうなんだ、うん、いい旅だったね、うん、明日エリカちゃん来るって。イエーイ。あれ、エリカちゃんの誕生日帰る日ね。イエーイ。内緒だよ、内緒だよ。帰る日まで内緒だよ。スーちゃん、お誕生日っていうセリフも言っちゃダメだよ、うん、そう、え、誕生日のこと内緒だよ。内緒だよ、言っちゃダメ。わかってるってば。出た出た。分かってるよね。今そういう内緒にしようと思ってたんだよね。それを言われたらちょっとえって思うよね。ああ疲れた。疲れたね。疲れた。なんか一人元気な人がいるんだけど。疲れた。疲れてないな全然。疲れた。足が動く。今日の北海道の感想を一人ずつ言っていきましょう。めっちゃ充実したでも本当。何を？何が充実してたの？まあ、2つ言えば雪と魚、うん、雪は昼の雪と夜の雪が最高だったでしょ、うん、サラサラのパウダースノーと夜の運河の雪もすごかったじゃん、うん、魚すごかったじゃん、うんうん、全部があんなに手の込んでて美味しいの初めてだと思った、ね、パパが作ったトンボ玉をスーちゃんが大事にしてくれてるのはすごく嬉しかった。だよね、すごい大事だよって言ってたよ。初北海道だったから。そうだよな。そう、なんかあんまりイメージがなかったんだけど、うん、ANA さんのおかげで充実した旅になりました。本当だよな。何より私一番忘れられないのは、あの小樽運河をさボートでさ下った時に等間隔で綺麗なさ景色あったじゃん、うん、あれもうほんとずっと覚えてると思う私、あの景色。あ、そう。もうなんか自分の中のインスピレーションの源になった、あの景色が、うん、すっごい美しかった。忘れられない景色に。ママもスーちゃん大好き。何なの？あとリフトにパパと二人きりで乗ったのも嬉しかったし。あ、面白かったな。ママ大好き。次スーちゃんだよ、順番回ってきたんだよ。恥ずかしいんだけど。かわいい。足をプリプリ。やめてください。じゃあ、うん、肩車。なんだそれ。肩車したら楽しかった。パパにやってもらったら楽しかった、うん、よかったね。いっぱい楽しい。じゃあ雪楽しかった。雪よかったよね。雪温泉も楽しかった。温泉楽しかったね。二人きりだったね。
また行くね。あとパパと遊んで楽しかった。息で、そう、よかったね。それでおしまい。じゃあママ。ママ、オッケー。毎回の思うけど、やっぱ ANA さんがさ、すごい段取りしてくださって。すごかったよ、ね、本当に。でしかも北海道の方も段取りしてくださって、毎回こう付き添いしてくださって、案内してくださって、すごい勉強になる。今回は小樽の方々ね。飛行機が楽しかった。ね、飛行機楽しかったね。一番最初の鳥取の旅の時はさ、スーちゃん飛行機でシートベルトするのが嫌だってちょっと泣きかけたじゃん。でも今日なんてさ、もう一人でさ、そうだよな、一人で荷物しておいてさ、一人でさ、もうシートベルトカチャってしてさ、やってたね。ファミリーウィンタートリップオブジャパンウィズ ANA のこの旅は3回の旅で一旦おしまいですね。一旦おしまいなの。みんなぜひ日本に来るときは ANA さんを使って来てください。すーちゃんが最後に食べるね、うん、とお餅お餅お餅でバイバイしてやってて、お餅ラビュー。